29番田中陸です。この前初ゴール決めることができました。それにそのゴールについて解説していきたいと思うんですが、一人だとあれなので、一番最初に駆けつけてくれた宇久健先輩お願いします。16番北健介です。田中選手が記念すべき J リーグ初ゴールを決めたということで、その得点を徹底解説していきたいと思います。よろしくお願いします。この瞬間、この時に、コータ見えたんで、で自分だけ矢印も逆だったので、コータからここでもコータから受け落としてたんですけど、コータが一個奥のイユリを選んだので自分が追い越してって、でこの時まだ相手のセンターバックが自分についてたので、でイユリがタメを作ってくれて、でこの時にもう確信しましたか、イユリに寄ったので自分がフリーになって、イユリからいいボールが来たので、いやこの時はもう緊張しましたけど、このポイントがすごいんですけど、ショートバウンドさせて左足で流し込んでるんですよ。これはなかなかできないです本当にこの時はまず枠に入れることを意識してましたね。ネットに入った後に注目なんですけど、削られるんですよここでボール入ったの見えて、そっからもここで危険先輩が一番早く駆けつけてくれるんですよね。はい、やっぱ地元も近くて高校からやってきた田中選手の初ゴールってことで、もう飛びつきましたね。はい、嬉しかったです。嬉しかった。すごいダッシュ。ここでイユリにフリーになれた。だからイユリがいいため作ってくれたんで、多分スネぐらいに当たってるんですかね、うん狙ってるんですよ。そうだね。以上、田中選手のスーパーゴール解説でした。それでは、来週の試合に向けて田中選手に意気込みを聞いていきたいと思います。お願いします。はい、また連戦が続くので、これからも個人としても結果を残し続けられるように、でチームとしても連勝し続けられるように頑張っていきますので、引き続き応援をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。わかりました。川合歩夢です。レノファプラスぜひ登録してください。